鋭い牙もなく。強い爪もない。のろのろしている。さらに体重約60センチ。体重約3キロ。小さい軽い。見るから弱そうなのに関わらず、色は白と黒。とても目立つ。それは肉食獣も恐れて近づくことができないほどの強力な武器を持っているからである。スカンク最大の武器、それがオナラ。相手を切りさせるどころか殺すほどの威力を持つ。最強の武器を持っているがゆえの自信過信。生態が、ピアすぎるイケモン紹介です。アメリカ広い範囲に生息していて、 雑食性、小型哺乳類、鳥の卵、虫、果実を食べます。他の動物が作った巣で住んだり、木のくぼみ、放置された建物に住む。寿命は野生で8年から10年と少し短い。一部のスカンクは数週間冬眠して暮らします。メスは年間2から10匹の子供を出産します。そんなスカンクちゃん。オナラとイメージは強いですが、僕らが出すオナラとは少し違います。飯を食うとき口から入った空気を体の外にガスとして出すのがオナラ。スカンクの場合、ガスではなく、肛門付近にある分泌腺からブチルメルカプタンという黄色い液を出します。 これがオナラと言われるわけです。確かになぜかオナラを色を例えるとしたら黄色ですよね。このブチルメルカプタン。とっても臭い。とってもすごいです。匂いは玉ねぎとニンニクとゴムを混ぜたような匂いがして、しかも2キロ先まで匂いが届きます。この液は相手にケツを向けて飛ばします。これが威嚇状態。最強ポーズです。5メートルほど離れていても当てることができます。匂いは強烈すぎて、気絶を超えて死んでしまうこともあります。目に入れば視力を失うこともあります。人間らしくついてしまった場合、4ヶ月は匂いが消えません。4ヶ月。 この匂いついてるのはちょっときつい。よって、肉食獣はスカンクを恐れ、スカンクは目立つ怪我をまとい、逃げることなく、堂々と生きています。とにかく自信がある。ケツを向ければ、みんなが逃げます。でも唯一、ケツを向けても逃げない敵は2つあります。1つ目が、袋とか猛禽類ですね。スカンクの攻撃は、空を飛べる奴には通用しません。だからよく、本当によく食われるらしいです。まあ、黒と白で目立つからね。強さの現れです。自信がありすぎるスカンクさん。もう1つ、ケツを向けても、どんだけ威嚇しても、逃げない奴がいます。それが、車。向かってきた車に、ケツ向けて <laughs>、 <laughs> 威嚇すんだって <laughs> いやさすがに無理だろ勝てるわけないだろアホすぎるそろそろ気づけよ、えー、車引いた人も家帰ってから気づくねあれ車なんかくせえな <laughs> やべスカンク引いたわみたいなな <laughs> んでかなと思って黒くて見えねえわってなって <laughs> いいことねえな黒と白の怪我はスピードは出しすぎないにしようねうん